天下しっかろうね。まあでもほんまにそんな親からもらってきて継いできたということは、そのお父さんのお父さん、お父さんのお父さんのお父さん、ずっと仲いませんって言わはるけど、うん、ずっとつながって今日はありませんやん、うん、でこの今日はあるつながりの中でやっぱ一番長くつながってるのは僕らの国やんか、うん、この日本という国で、で僕令和という名前がついたんて、うん、今まで全部中国の漢語から取ってましたやんか、論語とか、それ中国から来てる中国の言葉を合わせて、それ、まあ、これ一天皇に一元号になったのは明治からやから、その前の孔明天皇の時は7回書いてるしね、元号改元してるわけで、そんな風にして日本の天皇の時間が刻まれてきて今令和という時間、これ初めて今回万葉集もあるから日本の言霊の中から選ばれた令和という、うん、ってことはもうおそらく僕らが思ってる以上にね、僕らが願ってる以上にこう天が願ってる、そんな風にしても日本が今からしっかりとこの1年は令和の時代になったんやから、うん、みんな目覚ましてきなさいよということを言われてるような気がするんやけど、どうですかその辺の、はい、さっき僕話しましょう、ね、気の利いたことが言うてる、いやいや、そうそう、あのそんなんでね、僕ちょっと一言、まあ、年の初めに言いたいなと思ったのは、まあ、年の去年の暮れに最後のご挨拶に靖国神社に行って、靖国神社に今高取さんってね、二人で一緒に仲良しになった寿司、ようしゃべり寿司やったでしょう、ようしゃべる寿司やったね、ようしゃべったな、まあ、それはともかく彼は熱い男で、知覧の富屋食堂のね、鳥浜富さんが特攻隊員が明日飛び立つって言って最後に食べるご飯をこれ食べてきって言って卵丼作って、でその卵って当時ないのよ、で富さん自分で鶏飼ってたけど当時の鶏1日1個産まへんからね、その卵ない時は自分の着物を土に入れて代わりに卵もらってきたり、ないお米、なけなしのお米作って、砂糖もないでしょ、うん、そんな中で作った卵丼どんどんよね、うん、彼が安くに出す言って店出してやんか、うん、まあ、それを僕年末にも食べて行くたんびにいただいて、食べるたんびに涙出るわけ、うん、昔のだってトメさんが、トレハマトメさんが使うてたお重もね、そう、この重箱のこのちちころいお重もね、そうそうそう、あのあそこの寿司屋さんに現物置いてあったやつもね、 それ今靖国に置いてあるしね、この店の中にいつしか現存してないんだよ、当時の特攻隊員たちが使ってた弁当箱やからね、それも一つここに来てて、で何せ甘いな、でその甘さっていうのが何もない時代の甘い、一口食べた時にこう、うわ甘いなと思った時に、この食べた隊員たちが、いやこれ自分だけじゃなくて家族にも食べさせてやりたいな、お母ちゃんにも食べさせてやりたいなって、まずそう思ったに違いない、それと彼の二口目食べた時の最後の食べ物でしょ、人生の17、8でね、そんな人たちが守っていたものをそういう形でも見せていこうという人がして現れたわけです。しかもあれ大変ですよ、あの中でね、一日ずっと卵を出して、そこに僕ふっと思ったのが、あの、まあ、この対談の前にゆうさみさんがミュージシャンで素晴らしい対談をされたと聞いてますけれどもまあそのミュージシャン、音楽で世界を変えていった人たちが行った中に、僕先日ね、あのある人と対談させてもらって、うん、そのある人って対談させてもらった小野陽子さんのいとこなんですね。小野陽子さんのいとこで、まあ、日本の加瀬秀明さんっていうんですけど、うん、加瀬秀明さんのお父さんまたすごい人で、うん、戦争終わった時の北米大使やってたんですよ、うん、せやから東京湾に水利号が来て、うん、敗戦の調印した時にね、うん、日本の全権大使が重光守さんという外務大臣だったんだけど、うん、そこに同行しとった人なんですよ、横に立って、相手はマッカーターとニミッツですよ、でそこにサインするのに同行するのに、その俊一さん、俊和さんという方が、うん、お母さんに呼ばれたのを加瀬さん聞いてたらしい、うん、座りなさい、うん、あなた聞くと明日敗戦の調印に行くそうやないですか、うん、私はあなたを
アメリカ軍の船に敗戦の調印させるためにそうやったんでありませんってどうしかったらしい、うん、でも自分が行ってきちんと話しつけて次の日本のために頑張ってこなあかんねんお母さん行かせてくださいっていう話をねするような一家だから、うん、でその一族のお母さん方に小野っていう名字があった、うん、でそこに小野陽子さんがいてて、うん、で小野陽子さんはその後日本にね収まらない人ですやっぱその家系ですから、うん、それでニューヨークで大成してニューヨークであっちってやってる時にイギリスからやってきたジョンと結婚するやんか、うん、ジョンはジョンで音楽で世界変えたいビートルズはビートルズで世界でこう知らん人おらんような、うん、恐ろしいエネルギー持ったグループになったけど、うん、そのリーダーのジョンもその中でも一番ラジカルで一番こうアグレッシブにこう革命を起こすねレボリューションを歌わるもんね、うん、All in is love 愛こそ全てやで Power to the people 人々に力を置いてこんな言ってこれで世界変えたるんやって言ってるそんなエネルギーの人その人が日本の女性と結婚した時に、うん、ハッとも変わんねん、うん、西洋のエネルギーで持ってきてて、うん、まあ、西洋って言ったら、まあ、僕ら分かるって牛博って言ってね、うん、力とか権力を武力で支配していくその力で生きてきてるそういう人たち、まあ、その音楽ですからロックも激しいですよでそれが世界を制覇してる中に小野陽子さんと出会って小野陽子さんは違うそうじゃない想像してみればいい世界が平和になるのを想像してみたり世界は平和になっていくのを想像すればいい、うん、で日本呼んでいく日本来るそうすると靖国神社行ったり伊勢の神宮行ったりするわけよで加瀬秀明さんは、うん、ジョン陽子さんのいとこやから結局ジョンの、ね、銀のいとこになるわけや、うん、一番仲良しだったよ、うん、一番仲良しでで秀明あの伊勢の神宮ってどういうとこやって聞くのよ、うん、ジョンあそこは宗教じゃないで宗教だろ宗教どう見ても宗教施設だろ違う教祖がいない教典がないそして教義がないっていうのは教えがないんだよ教えがないものは宗教って言わないんだよジョン、うん、じゃあ何なんだよ君の国に熊野プーさんの森があるよね、うん、熊野プーさんは熊野プーがいてそれからカンガルーがいたりみんな仲間で一緒で困ったことあったら助け合って上下ないよね、うん、みんな平等だろ、うん、みんな助け合うだろ日本の信徒ってそんな気持ちなんだよ、うん、天国もないのか地獄もないのか天国が地獄はってそんな高等無形な滑稽なこと言わない日本人はただそれはあるだけなんだよ、うん、それで作った歌はイマジンやから、うん、このイマジンっていう歌はね伊勢神宮の歌なんですよ、うん、日本の信徒の歌なんですよ、うん、八甲一宇のこう日本の建国の歌なんですよ、うん、これを日本人が全く知らない、うん、僕もね加瀬先生に会うまで加瀬先生と会って話聞くまではイマジンがこんな歌やっていうの知らなかったから、うん、もうね日本ってすごいなと。いよいよ令和の時代に日本からこう今までの外からのものを日本は上手にするんじゃなくて本当の日本のこの知らす心、うん、これを世界に出していく時代がこう始まったんちゃうかなってましてやこのジョンっていうのが日本人と結婚しててこの気持ちがね日本から発信してるものほとんど知らないじゃないですか、うん、どうかね僕もまた文明さんのところで今年も紬の上越紬の大学10校あの講義をさせてもらうことになってるんだけど、うん、まあいよいよ今年ももうちょっと日本人としてね本当の大事なこと、それでちょっと今日皆さんとお伝えしたいなと今度僕テキストをね自分の講義ではこれを絶対皆さんに使っていこう使っていきたいなと思ってこのテキスト、紬の僕の受講をしてもらう人はこれ全員がこの教科書を購入して最低1回読んできてもらいたい。これ戦前の小学校5年生の子が使ってた戦前の日本の小学校5年生が使ってた教科書やね一番初めが天上無休の進捗やね豊橋原の地位法秋の瑞穂の国はこれ阿賀海の子の君たるべき国なりよろしく言いまし爪見まゆきて知らせ先くませ天津棺の栄山さんことまさに雨土とともに極まりなかるべしこれ
天上無形の神鳥って言ったら天照大神が二匹の御事を天孫降臨させる時に命令した、うん、これ以上に大事な言葉はない言うて三島由紀夫がこれを叫んで切っちゃった、うん、日本人がこれ取り戻さんかったらね日本なくなるよって言って叫んでね一概で切腹して、僕その気持ちもやっぱ伝えていかなかった。で次のページが歴代天皇、はあ神武天皇から、神武、水根、安寧、伊徳、こうこれずっとちょうど昭和のね戦争が終わった時にこれ全部黒塗りにさせられたんで金城天皇で終わってますけど、この金城の後平成、令和と125、126代こんな2679年も続いてる国って、まあ、2680年ね、今年ね2680年2月の11日で2680年、まあ、そういうことやね、紀元節やからね、ですね、まあ、今はそうか1679年という数えるんだけど、まあね、この一番最初の始まりにしてもね秦国という最初のこの言葉から、ね、綺麗な日本語が高千穂の峰で始まんねん、大内山の松の緑は大御代の御栄をことほぎ、伊豆川の清らかな流れは日本の古い姿をそのままに伝えています。遠い遠い神代の昔、イザナギの御事、イザナミの御事は山川の流れも美しい八つの島をお生みになりました。これを大屋島といいます。島々は黒潮たぎる大海原に浮き城のように並んでいました。続いて多くの神々をお生みになりました。最後に天照大神が雨下の君としてお生まれになり、日本の国の元いをお定めになりました。狼は天皇陛下のご先祖にあたられる限りもなく尊い神であらせられます。恩徳極めて高く、火の神とも申し上げるように、御恵みは大屋島にあふれ、海原を越えて遠く世界の果てまで満ち渡るのであります。こんなん小学校5年生が最初から読んでたら、もうすごい素敵な国に生まれたな、自分の国ってなんてすごいんやろ、天皇ってなんて尊いんやろ、自然になってきて、このかまどの煙ってこれも神武天皇の話もね、僕自分の本でわざわざ書いたんですけど、小学校5年生の教科書やるからみんな知ってる、みんな知ってる。天皇陛下が一旦国が危なくなったら命投げ出して日本を救ってくれたんよっていうのも現行の時の神山上皇の話から全部載ってる。これを全部潰されたね。なぜかこれと思って取り戻したら日本人まともになるから。戦争がまだ終わってない、75年経ってまだ戦争が終わってない。でもこの戦争には負けたらか、日本は戦闘には負けたけれども、東亜の大東亜のあの植民地になってたアジアの人々全部解放した日本やんか、黒人の地位回復させたも日本やんか、アメリカでオバマ大統領が大統領になったもん、黒人がなったもん、全部日本やんか。人種差別したことないもん、宗教戦争したことないもん、奴隷もないもん。その国がちゃんと目覚まして、それをしっかりと子供たちに伝えていくってこと、これよく言われるのは学校で教育でやってくださいって、そんな暇もないです、そんな暇ないですから、ここが大きいんよ。僕ねやっぱり中村文明っていうこの人物が日本の本当に尊い宝やってる、こういうことやってるわけ、子供たちが変わっていくんですよ本当に